ザ・ヒストリー・チェンジ。そして新たな伝説が生まれる。オン・ザ・ヘッド。8連勝中のこの男にもう説明はいらねえだろ。カムロの恐竜タツヤ。オン・ザ・テイ。一冊のレバーブルを引っ提げて、あの生きる伝説が帰ってきたぜ。元ボクシングミドル級世界チャンピオン、アイアンシム。さあ、この世紀の一戦、オッズは圧倒的に元世界チャンプが人気。やはり実力差は否定できないってことか。すまんかったの。うちの若い奴らがえらい世話になったそうやな。いい弟子を持ってるみてえだな。8連勝やて。すごいやないか。まさかここに呼ばれる日が来るとは思わなんだ。こんなに燃えるんは世界タイトルマッチ以来や。楽しませてもらうで。遠慮せんと、どんな手使ってきてもええで。不良のガキの意地見せてみや。チャンピオン、胸借りるぜ。なんや。まあええ、ガンガン来いや。今は超一流のボクサーよ。正々堂々と全力で戦って、頭や目を狙うのは卑怯者のすることよ。
文句あんのか、こら。レバーブローが来るわ。勝負だったわ。